企業戦略って何？チャンドラー、組織は戦略に従うの本当の意味。目標の達成率6割か、厳しいな。社長、残念ながら今期の営業戦略が裏目に出たようです。あなたはどう思いますか？戦略が裏目というと？要するに施策がうまくいかなかったと。ズバリ、あなた戦略の意味本当に分かってます？企業戦略について私たちにもっと詳しく教えてください。よかろう。あけみちゃん、あれ持ってきて。はい。それでは今日はチャンドラー先生の組織は戦略に従うを使って企業戦略、赤ちゃんでも分かるよう3分で解説してやろう。あなたが赤ちゃんですけどね。まず大前提として、戦略がなぜ必要か。戦略に合う組織、組織に合った戦略で臨まなければ企業は一瞬でオワコン化する。一瞬で？右肩上がりの経済成長時代では戦略と組織が噛み合ってなくても勢いでなんとかなった。しかし今はブーだ。なんで？チャンドラーは当時のアメリカを代表するトップ企業4社を研究しまくってこう言いました。組織は戦略に従う。突然ですが、あけみちゃん、クイズです。組織は何のために存在する？組織？私の彼氏イケメンズたちは私の将来の幸せのために存在します。大正解。組織のあり方はまず目的とそれを達成するための戦略が先行しなければならない。それがチャンドラー先生の言う組織は戦略に従うなのだ。サッカーのチームの方針として点を取りに行くのか守備が主体なのかでフォーメーションや獲得する選手が変わるのと一緒ですかね。正解。ほれ、ご褒美のペロペロキャンディーだ。じゃあ戦略って何ですか？戦略とは企業の基本的な長期目標を決定し、それを達成するために必要な道筋を選択し、経営資源を割り当てること。ほえー、事業部長が赤ちゃんに戻ってしまったようだな。どうしましょう。戦略は目の前の業務を回すためじゃなく、でかい将来の目標を達成するために人、物、金、そして情報を駆使することと覚えとけ。日常業務がいかにうまく回せても世の中に逆行してたら会社は潰れちゃうのだ。この飴を作った会社ももう今はない。最近はみんな健康志向だからな。わかりました。人間は長期目標より目の前にある仕事に引っ張られる生き物だ。自由！さっきからあのおじさん、私を変な目でチラチラ見てきます。な、戦略は見えないが胸元は見え、あいじゃなかった、組織は見える。なので業績が悪化するとすぐ目に見える日常業務のせいにして業務改善で何とかしようとしてしまう。いや、彼女が持ってる飴が気になっただけで。例えばアップルがあれほど成功したのは戦略の中核にユーザーインターフェースを置いたからだ。スティーブ・ジョブズの iPhone のプレゼンではボタンがたくさんある当時の競合製品のブラックベリーがやり玉に上がってたな。昔ブラックベリー使ってたよ。さ、明日からテレビは禁止ね。いよいよお受験だから。やだやだ、パウパトロールみたい、ネットフリックスみたい。はい、22歳大卒までの人生戦略で、パパ、もちろんあなたも明日からしっかり受験対策協力してもらえますかな。俺はよくない？小学受験は親の受験、何寝ぼけたこと言ってんの。戦略、組織作り、完璧。皆さん、いかがでしたか？まだ悩みがあったら、ぜひ他の動画も見てみてくださいね。